物の中でもカメラを回していた。そして15分後、建物は全焼した。島の大平原ボンネビル塩湖でレースカーの最高速度を競う。挑戦するのはベテランドライバーのジン・マター。水にも湧き上がってできた路面は凹凸が少なくスピードを出すのに最適。世界記録となる時速400キロを目指す。時速300キロを突破と次の瞬間ちょうだい。